国際刑事警察機構、フッツ、オーガニゼーションインターナショナルでポリス・クレミネルは国際犯罪の防止を目的として世界各国の警察機関により組織された国際組織である。日本国内では頭文字、ICPO の略称で呼ばれることが多いが、海外ではインターポールの名称で呼ばれることが多い。2017年時点の加盟する国、 地域は192を数え、国際連合に次ぐ。ICPO 職員の ID カード犯罪捜査や犯人逮捕に携わる各国の警察の連携を図り、各国間の情報の伝達ルートの役割を果たす。主な活動は、国外逃亡被疑者や行方不明者、盗難美術品などの発見、身元不明死体の身元確認などに努める国際手配制度や、 国際犯罪及び国際犯罪者に関する情報のデータベース化とフィードバックなど、運営は2つの非常設機関と2つの常設機関により行われる。NCB は自国の警察と事務総局や加盟各国の警察とをつなぐ窓口機関にあたるもので、日本では警察庁が指定されている。また、効率化を図るため、 香港やプエルトリコなどのような地域は、純国家中央事務局に指定されている。リオンに事務総局、ハラレ、アビジャン、ナイロビ、ブエノスアイレス、サンサルバドルに地域局、バンコクに連絡事務所がある。2015年にシンガポール総局が開設予定となっている。シンガポール総局では、犯罪捜査の訓練のほか、サイバー犯罪対策も行う。 国際刑事警察機構はサイバー犯罪に関する取り組みが遅れており2013年までサイバー犯罪に占住する職員は4人しかいなかった。本部の約700人に次ぐ70人規模となるシンガポール総局を設置する。初代局長には警察庁の中谷昇が就任する。映画、テレビドラマ、漫画などのフィクションでは全世界を対象に操作する。 国際警察のような描かれ方をするが、実態はそれほどの大規模な組織ではなく、各国法執行機関の連絡機関、協議体としての性格が強い。司法警察権は、各国の主権事項に属するため、例えば、ルパン三世紀の銭型警部のように、世界中で捜査活動ができる権限を持つ、国際捜査官は存在せず、捜査をする場合は、 その国に要請して許可を得るか、その国の警察機関との合同捜査依頼をして、その国の政府の了承を得ることが原則。ただし、大規模な犯罪や自然災害の際には IRT が自ら捜査に協力することがある。最終的に犯罪者の身柄拘束を行うのは国家主権上の問題からその国家の警察である。なお、事務総長はフランス政府から 外交特権を与えられ、係官などの職員は国際活動中に個別に外交特権を受けることがある。年に1000件を超える捜査依頼があり、2008年時点では約6000人の手配者を追跡していた。1923年、国際刑事警察委員会として創設された。はじめ本部はオーストリアのウィーンに存在した。1938年のアンシュルス後には、 本部がベルリンに移され、以降は、第二次世界大戦でのドイツの敗戦までアイクプックは、ゲッシュタポの下部組織に過ぎなかった。ラインハルト・ハイドリヒやアルトゥール・ネーベ、エルン・ストカルテンブルンナーなど親衛隊の国家、保安本部幹部たちが、アイクプック総裁を務めていた。1956年に、国際刑事警察委員会を発展的に改組し、国際刑事警察機構を設立した。 当時の加盟国数は57カ国。事務総局は1946年に再建されてからフランス・パリにあったが、1989年以降はリオンにある。国際連合、特に経済社会理事会とは協力関係にあったが、1996年には国際連合総会オブザーバーの資格を得た。2016年11月。 台湾が ICPO への参加を申請するも中国がこれを妨害し、総裁に中国共産党公安委員で人権派弁護士の大量逮捕やチベットでの人権の侵害に関わったと中国の反体制派から批判されていた中国公安部副部長の毛広氏が満場一致で選出されたためアムネスティやヒューマンライズウォッチなどから ICPO の政治利用を懸念する声が上がった。 また、副総裁には、ロシア連邦のアレクサンドル・プロコプチュク警察少将が、月、中露もに、ICPO で養殖に選ばれるのは初めてであった。米国に事実上亡命した、不合、各あやきの国際手配の際は中国による政治利用を指摘された。2017年9月に、北京で開催された、ICPO 総会の開会式で演説した。 習近平国家主席は ICPO への影響力拡大を宣言した。また、北京の総会では、イスラエルの反対で加盟を拒否されてきた、パレスチナなどが参加して190カ国から192カ国となった。2018年に、もう広しを ICPO の紹介を無視して辞任させた際は、国際基準よりも国内事情を優先した中国当局の恣意的な、 法執行が批判された。日本は1952年の第21回総会で、加盟し国家中央事務局は警察庁。1967年9月27日から10月4日の間、京都市で第36回総会が開催された。1975年から事務総局に警察庁職員を派遣している。 1996年から2000年まで金本敏則が第15代総裁を務めた。なお、ICPO から国際指名手配を受けている日本人は2012年5月時点で16人存在する。ただし、国際指名手配はあくまで総裁への協力要請に過ぎないため、国際指名手配を受けたからといって日本の警察がそれだけで逮捕することができない。 相手国と犯罪人引き渡し条約を結んでいたり国内法に違反していない限り普通に生活している者も,もいる。これは日本だけに限らない。ICPO 加盟国の分布初期は短波通信を使用したラジオテレタイプで国際手配の情報を世界に発信していた。このため古い時代の本部には短波通信用のアンテナが立っていた。このテレタイプで使用していた8文字の 宛先略号であるインターポールという名称が通称化した。日本の警視庁に導入されたのは1966年でアジア唯一のフランス本部との直通回線だった。1997年にインターネットを利用したインターポール犯罪情報システムに世代交代するまで使われていた。ありがとうございます。